強そうだなリリー。キャニーやばいな今回。これは過去最高のできな気がするな、キャニー個人的に。いいね、剣もあるしストライクもある、ターゲットから。おお、かっこいい。おお、3ゲージコンボ CM 健在。おお、変わってるモーションが。これ強そうやな、突進力相当高いね。まああれあれか、ドラゴンバトしなあかんのか。ストーツのアニメあんのやつだっけ。いやー、これは使いたいね、キャミ。技をちょっと見るか、じっくり。この髪型いいよね、キャミ。いいね、仕上げてきてるな、キャミ。マジで大人になったよね、やっぱスト2の頃から比べて。やっぱりもうだいぶ大人ですよね。結構少女キャラっていうコンセプトやから、キャミって。もともとなんか大人の女性になったよね。大パン。ん？何これ。ん？ターゲットオーモか。ん？なんだこれ。大パンからなんかキャン、これ小ささかこれ。二段技。浮かしてる、いや、違うな。大パン？あー、スピンナックルだ。これ結構状況そうやな。強パンから、アクセルスピンナックル。アクセルスピンナックルは通常したそうなんだね。中パン。ん？てか、ターゲットオーモ多いな。中パン弱系みたいな。キャンセルスパイラル。あー。ターゲットも多いな。引き中パー台形。これは5のやつだね。からの？あー、キャノンスパイク。うおー、なんかスパイクがなんか、おー、かっこいい。おー、突き抜けた。中、お、なにこれかっこいい。中大、今日、跳ね返らないんや。ズンズン。あ、あの、V 取りのウェイクバージョンみたいな感じか。でもこれさ、反対いっちゃうやん、これ。状況悪いな。あの、あれ、でも入れ替えれんのか？逆に言うと。ノーゲージで。これ、挑発っぽいな。でもなんかあれやね、この、挑発を見せるのが、いいね。今回の PV。ストライク、これは？あ、これ強そうやな。二種類あんのか。え、これ強ない？マジで。これ。剣。で、これは投げだね。これはフーリガンか？フーリガンからあれ、これが出んのかな？フーリガンの派生なんかな？これ。ぽいよね。あ、まあ、フーリガンの派生やったら、まあ、知れてるか。ジャンプ台形、大パン。ああ、これターゲットコンボ、あ、ターゲットコンボやな。大パン、な、強キック、キャンセル EX ストライク、降りて、EX アローを、さらに浮いて、EX スパイクで追撃、3ゲージコンボ。3ゲージってかもあれやな。あの、ほぼ全部使うってことやな、上のゲージ、ドライブゲージ。うん、バーンアウトするな、あれ。この技は相変わらず強いんやろな。で、あ、やっぱそうや、フーリガンの派生や、これ。くる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 、あ、だ、あれか、フーリガンストライクがなくなってこれになる。え、強くね、これ。この打点で当たってもこれ、あ、強っ。絶対血技入るやん、これ。強いな。え、あれガードされても2発出んのかな。やとしたら相当強さやけどな。2段技なん強いっすね。コンボ繋がってましたね。いや、キャミー、これは、
使いたいなー。かっこよすぎるな、キャミ。すごい顔してる。いや、マジ好きないな、今回のキャミ。一番人気あるかもな。キャミーってまあ、強い時はやっぱすごい人気やしな。やっぱスト5も結構キャミーって長らく強かったんやけど、やっぱ人気すごかったからね。使ってみて本当に良かったから。これ強かったらキャミーは絶対人気になるやろね。まあキャミーが人気ならいいと思うけどね。いや、使いてー、これ。ああ、確かに今回、体力に差はないから、体力に差はないのやばない。キャミー。てか、スピードキャラ、ああ、どう調整すんねやろな。どんな感じで調整すんねやろな、今回。かっこいいな、キャミーやな。しかも、キャミーのやっぱいいとこは、これ多分、スト5と同じ感覚で使える。技の構成が一緒。だから、キャミー使いたい方は、今からスト5でキャミー貯金をしておくと、多分、損しないやろうね。使用感絶対一緒やと思う、これ。ストリートファイター6では彼女の必殺技も進化しており、これまでのシリーズのキャミープレイヤーも満足いく内容となっています。スパイラルアロー、キャノンスパイク、フーリガンコンビネーションは、強ボタンで発動した時のみホールドすることが可能で、技のタイミング、特性、ダメージを変化させることができるようになりました。あー、なるほど。面白そうやね。あー、じゃあ結構、フーリガン強そうやな。対処が。タイミングずらせるってことや。キャミ絶対面白そうよね。まあ、火力がこれで全くないとかじゃなければ。フーリガンが結構主軸っぽいね、今回。まあ、フーリガンが強かったら結構使う難易度が下がるから、いいかもね。キャミってなんかそのキャラの人気がめっちゃあんねんけど、まあ、結構俺はキャミ使うの難しいキャラだと思ってるから、それがちょっとネックやってんけど、フーリガンでその突進していってタクかけれるみたいな感じになれば、だいぶ、使い方が楽になるから、いいかもね。やっぱ突進技正義っす。で、レベル2のスーパーアーツ、キラービースピンは、飛び上がりからの急攻撃で相手を捕獲し、関節技を極めます。あ、レベル2なんや。キラービースピン。あ、レベル2なり強そうやな。絶対弾抜けできるもんな。なるほど。レベル3のスーパーアーツ、デルタレッドアサルトは、牽引の連撃で相手の体勢を崩し、ひるんだところに渾身の蹴りを叩き込む攻撃技。コンボや飛び道具対策など幅広い場面に使える狙い技となっています。ん？ちょっと待って。レベル3は上から降ってくるやつやから多分。これレベル3か。ああ、まあまあ。これは飛び道具対策だね、完全に。じゃあさっきのなんか一回スパコンやってたよな。あ、今のがレベル 2？ あ、じゃあレベル2でやっぱり、弾対策できるってことか。あ、あなたレベル3やんのか。あ、じゃあこれ、キャミ強いな。多分。あ、ほんまや。で、これは？あ、これ突進技や。あー、これあれや。ウルホや。スパホの長飛や。こいつ弾に強いっす。多分。レベル2は上、多分弾抜け上からできて、キンバリーのスパコみたいなやつ、感じできて、レベル3は突進や。ウルコンや。スト4キャミーの。なるほど。理解しました。